OB の方との対談になります。そして今日のゲストはこちらです。鎌田二郎です。よろしくお願いします。やっぱ印象的だったのが2011年で4位、2012年で2位と、はいはい、すごい、まあ、仙台の歴史の中でもすごいいい成績だったと。チームとしてどういう雰囲気で何が良かったからそんな好成績を残せたのかなっていうのがちょっと、でも11年は優勝してるじゃないですか、レーサルが。11年はうっすら優勝したね。雰囲気と、なんかやっぱりプレッシャーなかったのかな。そう、まあ、J2 優勝して J1 上がって、あ、まあ、上の方行ければいいだろうみたいな、いいだろう、まあ、勝てなくてもしょうがないかなぐらいな、最初はその感じで行ったと思うんだけど、やっぱり、ね、結構こうトントン拍子じゃないけどこう勝ち点をね積み重ねていく中で、はい、なんかいけんじゃないかなっていうところを、そんなになんか何が良かったかって言われたら何だろう。でまあレアンドロ・ドミンギスじゃない。いや、そうですね、あの抜群に良かったから、ね、ジョージ・アフリネルとかああいう人たちが入ってきて、そう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 、しっかりそこで、まあ、結果残すとか、ね、ゴール決めてくれるっていうところと、やっぱりでも、まあ、酒井もやっぱブレイクしたし、純也もブレイクしたしとか、工藤もそう、あと北地さんとかね。そうですよね、 ベテランで、みんなそう、ベテランも若手もそれぞれがバランスよかった。その年やっぱりすごいハイパフォーマンスだったから、あとは誰がこう出ても確かに確かにそれは、ね、必ず結果を残すというか、フォワードもね、ネルシーニョの選手起用の仕方ってね、紅白戦でよかったら、はい、サブだったやつが急にスタメンになるとかね、そういうあの起用法だったから、みんなのモチベーションやっぱ高かったよね。まあそうですね、それはあるかな。ネルシーニョは負けていいっていう監督ではないですからね、うん、絶対どの試合も勝ちに行きますから、ね、そう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 、だからね、あのナビスコだから違うメンバーで行くとか、そういうのなかったもんね。天皇杯でももうユースが相手だろうがベストメンバーで行くみたいな、ね、そういう監督だったから、ずっと出てる人にとってはきつかったけどあ、ここ変えねえんだみたいなところあったけど、正直あの仙台の時は震災があったから、うん、11年とか特にあんまり他のチーム気にしてる余裕なくて、もう自分たちがその地域のためにまとまるっていうことしか考えてなかったし、うん、まあ、まとまるっていうか勝手にまとまってたみたいな感じで、うんうん、だからどこが優勝、レースが優勝したとかとかよりも、もう自分たちがこの被災地のためにやらなきゃいけないみたいな、こうまとまりが出たから、やっぱり仙台ぐらいの規模のチームでも、うん、J2 から上がって2年目とかでも、まあ、2位になれたと思うし、うん、あの辺はやっぱりそうだよね、一体感、一体感って結局は大事じゃないですか、うん、そうだね、まあ、一体感あってやっぱりね、その被災した地域でこう地域の皆さんと共にこうね、はい、こうまた復活していこうっていう、全員がその意識だから、はい、サボるやつ絶対ないじゃん。そうですね、サボれないし、うん、あれはでもサッカーの中でね、サボるやつはね、はい、ちょっとサボったりするけど、そういうチームの状況でサボるやつ多分一人もいなかったと思うし、はいはい、それがやっぱりね、チームの総合力アップというか繋がったのかなっていうのは個人的には、みんながハードワークしてたじゃん、はい、向かってる目標というか見てる方向が全員ね一緒だったっていうのがあって、 ね、そこがブレてなかったなっていう気がするよね。あの辺のレイソルと仙台の試合結構バチバチでしたね。バチバチだったね。1-0-0-1必ず、ね、結構楽しかったよね。じれたもん負けみたいな感じでしたね、うんうんうん、面白かったね。そうですね、俺もやってて結構、うん、どういうメンバーだったっけ、その時仙台後ろ、まあ、タクトさん、キーパー、そうか、タクトさん、右サイドは菅井さん、あ、菅井で俺、うん、まあ、大海さんとか、あ、いたね、まあ、韓国人のチョビョングクとか、うんうん、左がパクチュソン、はいはいはい、パクチュソン、あ、まあ、あれタムは出てなかった、タムは、あ、タムが左右でサブで、あ、そかそか、結構そ疲弊してくるとどっちでも使われるみたいな、ね、まあ、富田慎吾とか高橋良樹とか、あ、いたね、何人、あ、誰だっけな、ボランチで、関口を追ったとか、リャンさん、うんうん、あ、で、赤嶺さんとか、あ、そう、信号がいて、赤嶺さん、ウィルソンとか、あ、ウィルソンね、はい、いい選手だったね、めちゃくちゃ良かったです。ウィルソンのおかげもあったよね。いや、そうですね、結構別格だったよね、はい、みんなで守って
そうだよね、預けたら行ってくれるんで。そうだよね、はい、いい選手だったね。性格的にすっげえ真面目なんですよ。そうだ、ね、シャイなんですよ。ブラジル人らしくない、らしくないね。あのパーティーピーポーじゃないんですよ。あ、そうなんだ。うるせえやついるじゃないですか、ベンチのロッカーで。いるいる下手くそなんで。うるさいやついるね。確かにウィルソンは上手くて真面目で。あ、いいね、寡黙な、そういう選手ね、はい、そっか。でもやっぱり強いチームにはそういういい、ね、外人やっぱりいるよね。そうですね、まあ、守備してくれって声かけたらちゃんとやってくれるし、うん、後ろから。確かに。だからそうですね、仙台もだから本当に突出した人はほとんどいなかったと思うんですけど、うん、でもまあそう、まあ代表クラスはほとんどいなかったと思うんですけど、うんうん、そういう意味ではね、やっぱりこうまとまって戦えたってのはすごい良かったと思います、ね、そうだね、はい、18年にまた降格しましたね、はい、そうですね。また2019年は、まあ、J2 の舞台になったんですけども、はい、さすがにその時は1年で上げなきゃっていうふうに思って戦ったんですか。ああ、そうですね、その時はやっぱりそのプレッシャーは多少ないとも感じてましたね。うん、ただ戦力も戦力で結構残ってたんで、まあオルンガもいるし、まあ当たるとか、まあ、ほぼほぼ残ってたんで海外一体以外は、まあ普通に戦えば正直大丈夫だろうと俺は思ってたんで、結構試合前とかあのクラブハウスとかミーティング前とかみんなでどっかにいるんですけど、緊張してる若いやつらとかもいるんですよ。だから俺はいつもそいつらに普通にやれ、今まで通り普通にやれ絶対勝てるからで、で冗談っぽく言うんですよ。俺ら1位だろみたいな、1位の時にもう相手下なんだから普通にやれば勝てんだからってやらしてたんですけど、だそれぐらい余裕だったんで、まあ昇格はできましたけど、うん、最初の方勝てなかったんで、まあ多少焦りましたけど、まあメンバー見たらまあ順当で、そうですね、あのメンバーでさすがに上がれなかったらもう監督の手腕になっちゃうよね。だ監督、そ正直誰がやってもまあ、ね、はい、いいようなメンバーだったけど、はい、正直ね、だそのネルシーニョの戦術が固まるまでのやっぱ最初はやっぱ、うん、いろいろこう不具合っていうか合わないとこ出てくるんで、ただそれ固まってからもう盤石だと思うんですよ、うん、やってても思ってたし見てる人も多分そう思ってたと思いますけど、うん、ベルディもね、そうだ、やりましたもんね、ベルディやったね、ミカに最初ベルディ アウェーで負けたんで、最初勝ったんだよね、アジスタで負けて 2-0 かなんかで、あれ違ったっけ、いやそうですそうです、そうだよ、ね、あの時は一番うまくいってなかったですやっぱり、そうだよね、はい、あの時はだってオルンガもそんなに出てないです、出てないです、微妙だって、はい、能力まだ出し切れてないなっていう、だんだんそこら辺からね、はい、ちょっとずつ上げてきて最後はもうなんかクリスと、ね、はい、オルンガをどう生かすかっていうのは多分悩んでたと思います。あ、確かに、ね、そこ固まってからも、いやでもその2人いたらの話じゃん、はい、やばいっすそうだよ、やばいっす、全然もう焦る必要もないし、もうその言葉通りね、普通にやれば、はい、そう、当たり前のこと普通にやれば絶対勝てるから、焦る必要ないよね、緊張する必要もないし、はい、絶対対戦相手側が思ってる、絶対相手が焦ってるんでクリスチャーノとオルグやるぞみたいな、で、ね、何かしら違う策を講じてくるじゃないですか、うん、もうその時点で相手はやりたいことやれないんで、そうだよね、まあ、うちはやる、うん、そうそうそう、普通にやろうって、普通にやればどっかでね、どっかで点取れるよっていう、うん、そういうやっぱり全員が心持ちというか、はいはい、な状態を保てると J2 は結構まあトントントンっていけるよね。うちらもだから2010年かの時はそんな感じ。あ、だからもう負けるっていう感じは全くない。前半1失点しても、あ、全然いけるわみたいな、1失点だったらもう2点ぐらい取れるからみたいな、ドミンゲスいるから、そうそうそう、あでも J2 の時はねそんなにドミンゲスがまだブレイクいるんだけど、フランスがいた、フランスがいたから途中も。そんなにブレイクはしてなくて、J2 の時は。そう、まあ、うまかったけど、まあ、あんまりフィットしてない。確かに、その時も仙台から見てて、やっぱレース強いなと思ってました、ね、うん。なんかそう、負ける気はしなかったね。うんうん、でもそういう雰囲気が出てくると、やっぱ J2 だとね、勝てるよね。なんなんですかね。でもやっぱり、うん、一方で上がらないチームもいるじゃないですか。まあ、ジェフとかもそうですけど。すごいよね。何年上がれてないんだよ。ベルディもそうだしね。確かにそうですね。でまあお金のところもあるだろうね、ベルディに関しては。だいぶ強化費がね少なくなっ
で、ね、取りたい選手が取れないっていうのもあるだろうし、ただジェフに関して言えばお金は結構、ね、使ってるから使い方が間違ってるじゃないですか。まあでも吉行さんが監督になるんで、ね、楽しみですよね。吉行さんが監督で永井俊太確かにコーチ、俊太くんコーチで、俺思ったんですけどレイソルの指導者って結構いろんなところに今いません？いるんじゃない？北橋さんとかも大宮行ったし、松本拓也さんキーパーコーチも相模原行ったし、うん、そうだよね、増えてます、ね、そう、まあ同じところにずっと入れるっていうのはなかなかないよね。あ、まあそうですね、まあ、だって監督やったらもうそのチームにはもう入れないわけじゃん。だからいるけど、ここでずっと永遠に監督で言い続けることは無理じゃん。はい、ね、長くても分かんないけど5年とか、ね、どっかででも絶対必ず首切られるから、そうなった時でもうチームを去らなきゃいけないわけだし、ね、アカデミーとかずっといても立場が変わらないのであれば、ね、監督やりたいって言ったらここ行くしかないし。そうなんですよね。レイソルってそういうとこ目指したくなるのかなと思うんですよね。みんな下でこうずっとやってた人が、多分、まあ今はネルシにいてこうトップの体勢もほとんど変わらない中で、こうどんどんみんな外行くから、外行ってまあどっかで戻ってきたいっていう気持ちはあるんじゃない？あるんですかね。監督として戻ってきたいとかね、わかんないけど、まあミノルも監督やりたいとか言ってたしね。確かに、まあ医師がね言ってただけなんだけど、あいつあんまり言わないでくださいとか言って、めっちゃ弱くなって、めっちゃ言ってるじゃん。俺がここで言ってる。ミノルでもすごいっすね。すごいよ。あれ。ね。すごいっすね。いや、どういう指導してるのかは俺見たことないからさ、あいつのなんかちょっとふにゃふにゃしたの見たことないから、どうやって指導してるのか。いやでも千葉県予選が勝ち上がってね、すごいよね。全国あんだけ勝ち上がったら、決勝はね、ミノル対マス島だったけど、確かに一船のマスコーチだったしと思ったらマスね、はい、なんか渋谷シティに行っちゃったし、なんか結構動きますねマスも。あの時言ってなかったですよねまだ、うん、決まった、チラッとだけ見ました。あ、決まってました。でもその時多分決まった、発表はしてなかったから、うん、あの時に一船やるかでもなんか他のとこでみたいなこと言ってたかな、ですよね。で、そうやってみんな指導者の道に進んで頑張ってもらいたいなって俺は思うけどね。だってなんだかんだやっぱサッカー好きじゃないですか、うん、みんな。あのね、サッカーでそうやって指導をしてお金をもらえるとかすごいことだよ。だからそれ変わんないわけだから、サッカー選手でこうお金もらってたらサッカー教えてればお金もらえるんだみたいな感じになっちゃうから、そこをちゃんと考えた方がいいよって。ね、監督でどれぐらいもらえるのかわかんないけど、普通の企業で絶対もらえないってことだし、 それがどうやって捻出されてるのか、そういう活動はしないですか？どういう活動？現役選手に釘を刺しに行く、なんかやっとけよみたいな。いや別になんかやんなくてもいいと思うけど、ちゃんとなんかいろいろ考えられればいいんじゃない？あえてなんかその他の職業に就く必要もないしね、そう指導者目指したいって言ってこうやってね、ジロみたいなね、また話が来てっていうね、そういうふうに進めるのであれば、それが一番ね、最短の道だろうし、うん、まあその中でまあ、いろんな、さっき、ね、考え方でいろんな稼ぎ方あるんだなとか、そういうことを考えるだけで違うと思うんで、それでいいと思うよ。それだけで全然違うと思う、考えるだけで。そういうだから視点、ね、いろんな視点を持ちながらまたね、はい、いい指導をしてもらえたらなって、はい、頑張りますね。どういう将来はなんか目標とか、ね、レイソルの監督になりますみたいなね。まだ、いや、あんまりトップチームの監督は考えてないんですよ、正直。あ、そうなんだ。はい、今は育成っていうか、下の方を見て、やっぱ勉強もしながら、はい、だし、指導者として1年目、もう1年目なんで、まあ、そういうこと、ライセンス取り行ってて、B 級とか取ってるんですけど、うんうん、やっぱり現場入るのは、やっぱり本当にやるのは初めてなんで、うん、まあ、やりながらですね。はい、で、まあ、その中でまたね、はい、どこををね、そうですね、この指導をしていきたいとかって、はい、かといって出てくるだろう。そうですね。かといってサッカーのど素人でもないんで、そうだよ、自分が経験してきたものをそのまま、うん、子供たちとか、うん、そのどっかに携わるところに伝えることがまず第一だと思うんで、それはね、素晴らしいことだよね、はい、その伝え方とかの勉強はまあこっちでやればいいだけで、うん、それはまあね、指導していく中でも慣れていくだろうし、そうですね、はい、そこもね、ちょっと勉強しながらね、はい、とりあえず今年は本当にそこを頑張っていきたいなと思ってます。なんか最終的にはこうっていうの、最終的にですか？今はまあとりあえずって感じ、はい、
意外にこう夢がないんですよ野心はない。野心、いや、なんかなかったんですよね。なんかサッカー選手になりたいってずっと思ってたんで。ああ、まあそうだよね。まあ自分もそうだし、これやめた時に、確かに、ね、今ちょっとどうしようって思ってて。わかる。でもなんかやりたいことはもちろんあるけど、あるんですよ、はい、いろいろ。だから、まあ、いつか見つかるだろう。あ、自分のその情熱捧げれるものが、そうだよね、出てきそうだなっていうのはちょっと最近感じてます、うんうん、あ、いいね、そういうね、形もいいよね。はい。それでは、最後に、鎌田二郎さんからレーソルサポーターの皆さんへのメッセージを、いただきたいと思います。お願いします。はい。大学生の頃から、長い期間、応援していただきありがとうございます。なかなかあのスタジアムで、対談するときに挨拶することがあの毎回毎回なくて、こういう形で、挨拶になってしまうのはちょっと申し訳ないんですけど、いつかあの試合を見に行ったときに、いろんな方とお話しできればなと思ってますし、まあ、レイソルとの関係がここで終わるわけでもないので、一サポーターとしてこれからも、関わり続けていけたらいいなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。